아주 멀리 떨어져 있어도 다시 볼 수 있다고 믿고 있어. 너와 함께 있으면 어떤 일들도 할 수 있을 거라고 생각했어. 둘이서 함께 걸었던 그 길을 지금 혼자 걷고 있잖아. 오늘도 내일도 앞으로도 함께 할 수 있을 거라고 착각했지. 도대체 왜 너는 다시 만날 수 없는 곳으로 멀리 떠나가버린 거야. 나는 아직 어떤 사실도 받아들일 수가 없어. 어떻게 할까. それから3ヶ月が経ち、いろんなことが進んでいた。自分の夢を追いかけて、みなは喜んだり、挫折したり、自分のストーリーを更新していた。龍平とさやかは、夕方から喧嘩している。だから、なぜ話を聞かないんだ。卒業もせずに海外に住むなんてありえないだろう。学校は休学すればいいじゃん。今しかできないからゼウスさんの映画撮影に協力してあげたいの。海外なんてそんなに簡単に住めるとこじゃないんだよ。それもどこの馬の骨かもわからないやつと一緒に住むだと。絶対に許さんからな。私はいつまでパパと一緒にいなきゃならないの。私はママの代わりじゃないから。お前のために話してるんだ。とにかくあいつといるために韓国に行くのは絶対に許さん。さやかはそのまま家を出て公園のベンチで考えていた。どうしたらいいんだろう。お母さん、デビューの日が決まった健太。やったことのないダンスのトレーニングに集中している。違う、右左、あ、そう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 、右左、あ、オッケー、それ、はい、はい、20回リピート。はい、絶対やってるぞ。あと1ヶ月。疲れた。ちょっとだけ休もう。ん？マリのやつ、音声で何送ってきた？あ、ケンタ君、練習はうまくいってる？ケンタ君なら絶対できると思うから。あ、デビュー日待ってるね。私もすぐ追いついていくから。じゃあまた。何が絶対だよ。3ヶ月が過ぎても
主催側から連絡がなく、マリーは心配になってきた。どうしよう。一度電話してみた方がいいかな。よし、そうしよう。はい、ベエンターテインメント東京事務局です。あの、以前オーディションに参加したチームアイリスのマリと申しますが、合格の後連絡がなくて。はい、少々お待ちください。はい、おぶせよ。お電話変わりました。ありえない、ありえない、ありえない。さやか、さやか、出ないから音声で残す。ありえなくない？せっかくデビューできるのに私と一緒にできないって断るの一体どういうこと？そんなことして私が嬉しいと思う？みんな死ぬ気でチャンス捕まえようとしてるの。もうさやかとは絶交する。連絡してこないで。ようやく雑業から少しずつ関連仕事を任される花。最近は朝まで仕事の日々が続いていた。ああ、花くん、これ東京国際映画祭の担当やってみろよ。私でよろしければぜひやらせてください。うちで3つぐらいおすすめ出すからさ、作品選んどいて。わかりました。よし。これは全先輩にチャンスだ。もしもし、先輩？数ヶ月ぶりに健太に会うマリ。今日はだいぶ落ち込んでいる。こっち。どうしたの？いきなり呼び出して。今練習中だからあんまり時間ないよ。ごめん、そんな時間かからないから。なんか飲む？いや、すぐ戻るから。で、大事な話って何？前回の韓国オーディションうまくいかなかった。合格はしたんだけど、今日韓の政治関係が良くないから保留になったんだ。マジか。でもそれっておかしくない？政治と文化と何の関係がある？良くない時こそ文化の力で頑張らないと。健太君もそう思う？それで考えたんだけど、私自分の力で韓国でデビューしたいの。来月から韓国に留学して一から学ぶ。まあ確かにその方が早いよね。頑張って、応援するぞ。ありがとう。私も絶対デビューするから、健太くんも頑張って。さやかと言い合いになっていた龍平は寂しい気持ちで一人で飲んでいた。はあ、まったくな。いらっしゃいませ。一人です。すみません、今満席で30分ほどお待ちいただけますか？長いですね。テーブルで飲んでいる龍平を見つけた花。あちらに同席します。どうぞ。あ、花さん。龍平はさやかとのことを花に相談していた。そこまで相手が好きなら行かせてあげた方がいいと思いますよ。大変な時にそばにいてくれる人って大事じゃないですか。娘さんには一生に一度の恋かもしれませんよ。やっぱりそうですか。参ったな。こんな優しいお父さんがいる娘さんが羨まし
私、父が幼い頃に亡くなって喧嘩もしたことないから、何かやらかしても帰ってきたらおかえりって言ってくれる父がいたら本当幸せだと思います。なるほど。今日は花さんに相談して本当に良かった。前は撮影のため急に来日していた。그러고보니요즘매일사약하고연락하니까오번호가진짜늘어나요아대모콩게스와뭐옷간에가나이나어여보세요도쿄쯔이따요そこで待ち合わせしよう。ゼウはさやかと都内の公園で待ち合わせをしていた。あ、ゼウさん、ここ。さやかちゃん、1ヶ月長かったな。本当会いたかった。私も。今日は、さやかちゃんをいっぱい撮りたいからよろしく。自然に撮るね。将来の夢は何ですか？自分のパン屋を開いて好きなパンを作って食べてる人の幸せな表情を見ることですかね。今ハマってることがあれば教えてください。今は K-POP のダンスにハマっていてほぼ毎日練習しています。あまり才能はないので大変ですが、ダンスを通じいい友達もできたし楽しいことが増えて毎日生きてるなぁと実感しています。一緒に練習しているマリって子がいるんですけど、もう超厳しくていつも怒られてますでもマリって本当にダンスが上手で、あーもうダンス大好きなんだなーって、私ももっと頑張ろうって思っちゃうんですよね。朝から晩まで一日をかけて撮影を終えたゼウとサヤカ、久しぶりにゆったりと話をしていた。ああ、そうだったんだ。じゃあ、サヤカちゃんは一人ではデビューしないことでチャンスを断ったか。うん、もともと大会もマリが誘ってくれて参加したし、マリと一緒じゃないとデビューしても意味がないから後悔はしてない。ただそのことでマリに嫌われて辛いよ。どうすればいいかな。二人は親友だから時間が経てば解決できると思うよ。ああ、でもそうしたら韓国に来るのはどうなるの？オーディションじゃなくてもせっかくゼウさんが一緒にいようって言ってくれたから私もそうしたい。ただ父がね。ああ、お父さんやっぱり反対か。無理もないか。でも僕はどうしてもさやかちゃんと一緒にいたい。ありがとう。もう一回父に話してみる。ただいま。おかえり。何かいいことあったのか。まあね、先にお風呂入る。ちょっと
話したいことがあるんだ。何？どうしたの？顔固まって。ああ、以前話したそのゼウというやつはまともなのか？優しくていい人だよ。いつも素直に言ってくれるし、一緒にいるとホッとする。才能もあるから私が近くで応援してあげたいの。じゃあ二人とも本気なんだな。うん、知り合っては長くないけど、一緒にいるとすごく昔から知り合ってた気がする。わかったよ。学校の休みに合わせて一ヶ月なら行っていいよ。え？本当に？なんで急に変わったの？まあお前が幸せなのが一番かと思ってな。でも何かあればいつでも戻ってこいよ。お父さん、ありがとう。ちょっと今出てくるね。おい、こんな時間にどこ行くんだ？実は彼今東京来てるの。行ってきます。ふう、まったく。新宿駅来れる？うん、アルトバイで待ってるね。呼ぼせよ。もしもし、さやかちゃん？もしもし、アンデルよ。もしもし、さやかちゃん？